皆様おはようございますママですで、えー、昨日、えー、大谷さんが、えー、ようやく声明を出しまして、えー、それに対するあの反響、まあ、私も会見の直後にあの YouTube ライブをやってあの皆さん見てらっしゃったと思ってお話ししてたんですけどもまあ日本でもアメリカでもこの件に関して全く興味のない人もいますので。 あの多分記者会見を見た方の方がその私のライブストリームでも少なかったと思うんですけれどもまあ一日経って、まあ、会見に対する見解っていうんでしょうかあの人々が「僕はこう思う私はこう思う」というのを今いろいろと発表をしてまして大谷さんって私にとってはすごくユニークな 方であの試合でも今回のような会見でもそうなんですけども直接こうテレビを見て大谷さんにこう触れている時は何の疑問も湧かないんだけれどあのそれが終わってそのでも実際はどう,ななどうなんだろうねっていう時間が結構苦しいんですよね。 それからあの昨日大谷さんが会見をしたことによってこう、周りのムードがね、この件について選手に聞いてもいいんだなっていうふうに変わったとたんに、会見のことに関して聞かれたりあの、聞いたり、それから大谷さんについてどう思うかっていうのを聞いたりし始まったんですよ、こちらのスポーツメディアたちも。それって余計だと思うんですよね。例えばマンスなんかに なんか彼を信じるかみたいなことを聞いててはっきり言ってどうしよのの選手たちにはは余計ななここととんですよ今回のことは大谷さんの周りでこういう騒動が起こったからチームの雰囲気が悪いわけですよその重たい雰囲気でしかも一言じゃないですかそんな真相がわからないようなことに関して答えたくないのにでもチームメイトのことだから一応。 応援しているっていうことを言わなきゃならないっていうのはこれ選手たちにとって非常に嫌な立場ですよだから私もそういうもともと私はドジャースのファンですから何年も何年もずっと応援してきた選手たちがこれによって苦しい思いをしているのを見るのが辛いです昨日会見の時にねジョー・ケリーとキーケイ・ヘルなんですが、まあ、監督とか あフリードマンと一緒に会見場に来て座ってたっていう話を、まあ、日本は美談として伝えてますし、まあ、キーケーのなんていうのかなユーモアによってね救われた感じがした、まあ、アドシャスファンもいたと思ういや僕はここにスパニッシュ県の皆さんに通訳に来ましたっていうようなね、まあ、そこにはちょっと何ていうのかな <laughs>、まあ、通訳ジョークなんでシニカルな部分もあると思うんですよ。 ちょっっと皮肉っぽい部分も私はあの2人が2人の選手が駆り出されたと思っていてあのデイブ・ローバーツというあの監督はある一つの試合でもう試合がすっごく長くなってピッチャーも全部使い込んでしまって投げる人がいなくなった時にキーケ・ K K ヘルなんですがピッチャーをやった試合っていうのがあって。 その時も別にそれが計画さてていたわけじゃなくて、まあ、ベンチに座ってたキーケに「おお前が行け!」っていうふうに、まあ、ロバーツが行ってピッチャーになったわけなんですけど確か最後なんか満塁ホームラン打たれたかなんかねちょっとよく <laughs> 覚えてないけど、まあ、キーケにとってはまあ,あのビタースイート苦くて甘いあ思い出になってるからだからあれっていうのはすごい計画的に。 聞けとジョーで行けって言うんじゃなくて「あお前ら二人行け」っていう形になったんじゃないかなっていうこれは私の憶測ですけどで話を戻しまして、まあ、私も会見を見てた時はまあ私あの彼の視線とかねそのこう人ってね嘘をつく時にね鼻をすすったりね 唾を飲み込んだりするので <laughs> そういうのも私いろいろな裁判とかねこちらでのねあのその生中継見るのが好きだった時期もあったしあのそういうの見てました大谷さんの行動で昨日も言ったんですけどあのリップスマッキングこれチェっていうチェっていうのじゃないんだけどっていうのをやってたのででもそれをやる人はどういう心境なのかっていうのをリサーチしたらまあ緊張している人それから。 あの怒りを溜めてててる人っていう風に出てましただから、まあ、緊張するのは当たり前だし心の奥に怒りを隠してるのもそれは仕方がないなと思ったのでそれの現れのかなと思いました鼻はすすってなかったのであれがもし全部嘘だとしたら彼は野球よりも演技の方が上手いということになりますのでそうなるとあ怖い人だなってことになっちゃうんだけど。私はは会見を見をてる限りでは 本当のことを言っていいんじゃないかなかううふうに思いましたで、まあ今日になって、まあ、いろんな人がねその会見のリアクションというかあの分析みたいのをしていてこちらでも大谷さんに好意的な人とそうじゃない人に分かれるんですけれども、うん、あの日本ではね大谷さんってもう 英雄のもう日本にとっては神様のような大谷翔平さんなんですけれども彼も一人の人間で絶対いいところもあれば欠点もあるうーん得意なこともあれば不得意なこともあるのでねでもしかしたら本当に野球一筋だったからもしかしたらちょっと世の中のことに関して考えが甘い部分とかももしかしたらあると思います。そういうい よく考えてみるとね、まあ、アメリカに来てすごく大切なことをね人を介して行,なきゃ行わなきゃならないっていうね言葉ができないから、まあ、通訳を通して大事な一番大事な事柄をねあの例えば銀行の口座作るんでも彼が自分で作ったかどうかは分からないにしても、まあ、一平さんを通していたとすると本当だったら一番プライベートじゃなきゃならない。 本当は誰にも明かしてはいけないことを人を介してやってたってことだから、うん、まあ信じ切っていたんだと思うんですよあの私はね、1996年に夫と別居してからその彼の協力が一切なくなったわけなんでそれまではね、車の運転も自分でできなかったすごい苦しい時間でしたけど 自分で立ち上がらなければいけないんだなってことでそこから切り替えたわけなんですよ。まあそのシチュエーションは想像できますよ私も私の元夫がやっぱり銀行の口座作る時に手伝ってくれたりっていうのをしてましたよきっと。自分でわからないところであそういうことだったんだって後からね彼がやったことを気づいたこともありますよ。 だけど大谷さんのようにものすごいお金が入ってくる人もしかもアメリカに来てもう6年ぐらいに経つんですかねまあそろそろこういう、うん、チェンジの時だったと思うんですよまあだけどねその自分の成長のために今回のことはまあ大谷さんにとっては良かったねっていう人がいるかもしれないけど ものすごいたくさんの人を巻き込んでいるので大谷さんって大リーグで一番有名な選手なんですよ。じゃあだからといって日本みたいにあの神様のように思われているかっていうとどちらかというと今回の移籍の件に関してもずっと沈黙を貫いていたってことで批判も多くあったし英語で喋らない人なので。 すごくミステリアスな感覚で思われてるんですよ。で前もちょっと生配信で言ったんですけど、バットマンみたいな人だっていうふうに言われてる。うん、何をやってるか普段わからないけど、ね、あの野球の試合に来るときは、まあ他の人ができないようなまあ二刀流も含めてね、ことをやってのけるというすごくミステリアスな人間に思われてるんです。アメリカでは。 得体が知れれない感じに思われてるんですよで日本だったらこうどのチームのファンでも大谷さんを全員で応援するみたいな空気があると思うんだけど、まあ、今回大谷さんドジャースに来たじゃないですかエンジェルスっていうのはまあ今ロサンゼルス・エンジェルスっていうふうに呼ばれてるけど実はもともとはアナハイム・エンジェルスという球団でアナハイムというオレンジカウンティーにあるね球団で。 ドジャスとは規模が違うんですね街の,、まあの小さな球団とは言わないけどどちらかというとそういうノリなんですよ。でもドジャースは、まあ、ニューヨークその東海岸でいうとヤンキースみたいなドジャースっていうのはでかい球団なんですよ。しかも,も破格のね今までなかったような契約金で迎えられたわけなんですよ。そうするとねこれあの 世の中のこう人生の流れ的にね宇宙のこう法則的にねこれだけでっかいことが起こるとネガティブなことも起こるんですよこれ宇宙の法則として。なので私は本当に球団が韓国に行った時に飛行機落ちなないいででほしいなっってて本当に思ってたんですよこれだけでっかいことが起こるとマイナス要素のことも起こると思ったので無事に。 韓国にに行って帰ってきてて帰きくれたことにすごい私は感謝したんですね、まあ、その前に今回の大谷さん事件が起こっちゃうわけなんですけどもそれからやはりそのアメリカは大きな国ですからあのドジャースファンは大谷さんを応援するしエンジェルスファンはまあ大谷さんを今でも応援してる人いると思うんだけど今回の遺跡によっていろいろな思いが。 渦巻いたわけなんですよアメリカ全土例えばエンジェルスファンは「ああやっぱり出ていくんだなと」と、ね「もう俺はお前のことなんか知らん」っていうふうに怒ったエンジェルスファンたちもいたと思うしそれからもしかしたら来るんじゃないかって期待してた最後までそのゴシップが流れてきたトロントブルージェイズのファンにとっては。 なんだうちに来なかったのクソっていうね思いがあったと思うんですよだから日本には敵がいない大谷さんだけどアメリカにはたくさんの敵がいるんですよしかも大谷さん日本人で、まあ、アメリカの人たちは日本も韓国も中国もみんなごっちゃ混ぜでわからないと思いますよアジア人とくくると思いますアジア人の選手がね MLB の顔で今回破格の ものすごいお金をもらったってなるとよく思わないい人たちがいます。皆さん日本ではトランプ大統領元大統領のファンの方々が多いんですけどぜひこちらに来てみてみください大体いいトランプ支持者っていうのは白人至上主義の方々が多いので白人至上主義の方々っていうのは「あの俺は白人至上主義ですよ」っていうのを あのどっかにステッカー貼って歩いてるわけじゃありませんがミドルクラスあたりの白人の方々の集団がトランプをまあそれこそ神のように崇めてるわけなんですよでそういう人たちをが大谷さんを応援するかって言ったらその真逆ですもう私のこちらでのファンの方の中にも飯島真りの音楽は好きだけどミスター T が 大好き何があっても彼をっていう人もいるので私も正直言って付き合い方が難しいんですけれどもねだから大谷さんの活躍をよく思ってない人々もアメリカにはたくさんいるっていうことなのでそれをまず知っていただきたいドージャースが嫌いいいいな人たちも世の中にいっぱいいます、ね、だからドージャース全体にいいことが起こらないように願いながら生きてる人たちもいっぱい い,ますいろんな思いいいが渦巻いている国ですここはいやだからアメリカ嫌いだって思わないでほしいんですけどもお茶に濁したり臭いものに蓋したりっていうのができない国なので私はそういうところは好きですでも日本だと大谷さんのことね絶対そんなことするわけがないとかこうそのみんなが抱いているイメージですごいかばうたい人たちっていうのがいるんだけど。 アメリカにはもともとそういうのはないのでいやじゃあなんで銀行口座から他人がそんだけの大きなお金を引き出せるんだ説明しろみたいな人の方が多くなっちゃうんですよ嘘つきだ嘘に決まってるいや私の家族こちらの家族でさえそうですよそれで喧嘩になっちゃいますたの 何も記者会見も何も見ないし大谷さんがどういう人かっていうのも調べずにいやこんなことがあるわけがないだろうと決めてましたアメリカはドジャスファンばかりじゃない大谷さんファンばかりじゃないですよその逆の人の人口の方が多いと思ってください私もどうやってそれだけの大金が引き出せたかっていうのは 疑問だけれどもでも一平さんが彼の身の回りのことそういう大きな大切なことまでやってたっていうんだったら例えば大谷さんの代わりにいろいろな信じがたいことだよお金担当の人が私はいるかと思ってたからご家族なのかがご家族の誰誰なのかもし一平さんがね例えばチャリティーの講座を任されていていろいろなところに 送金するののも彼がやっててたたととしししら多分今回のことはでできてしまうでしょうょだからこの国はあの誰かの嘘を曖昧にしたり真実を表に出さない国ではないので FBI も関わってますのでっていうとアメリカの人たちは誰が FBI を信じるんだっていう <laughs> 集団もこっちにはいるからね。 日本人にすると FBI がかかってくれてる関わってるから真実は,実は出てくるだろうと思うけどこちらは FBI に関しても疑問を抱いてる人間たちで溢れてますのでお金で買えるとかねでも IRS はお金で買えないと思いますよはっきり言ってだから今回たくさんのお金がドジャースから支払われることになって「いや分割でいいですよ」って言ったじゃないですか大谷さんが。 それも問題なんですよそれでカリフォルニアが「そんなことはできませんよそれは法律違反ですよ」って声明を出したじゃないですか皆さん知ってるかどうか分かんないけどそのあたりも私はねしわ寄せになってるんじゃないかと思いますなので出る杭は打たれるじゃないけど今回のメッセージなんじゃないかなって私はね思いますで昨日会見の直後のねあのストリーミングでも言いましたけども 確かにこれ一平さんがやったことなら悪いですけどまだ真実は出てないし一平さんも一人の人間彼にも言い分はあると思うからあんまり追い詰めないでほしい昨日の会見こそが一平さんを追い詰めたことになっちゃうんだけど私は一平さんの命が心配だからどうか 無事でいて欲しいてしと思う悪いことをしたなら罪をつな償って自分がもしもギャンブル中毒だったらそれはリハビリして治さなきゃいけないことだけど命は大事にしてほしいと私は思いますはいそんなわけでしたちょっと長くなっちゃったけど私の思いを語りました皆さんよろしくお願いします